前の動画では直角三角形の合同条件の2つについて話しましたこの動画ではじゃあなんでこの合同条件こんなことが言えるんかっていうのを話していきたいと思いますつまりなんで直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい三角形は合同になるのか同じように斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しい直角三角形は合同になるのかこれを考えていきたいこれを考えていきます えっとまずはそしたらこの2つ目の方から行こうかこっちの方が説明簡単です直角三角形がありましたよと2番の言っている話は2つあってこの直角三角形まずはここが等しいって分かってんねんな分かってるというか直角三角形の話じゃねえかな90度で等しい1つの角が等しいっていうのは分かっていますそして斜辺が等しいっていうのも 分かってるね。でもう一つ A 角が等しいですよとなのでまあこっちでもこっちでもいいんやけどここにしとこうかこの黒丸の部分が等しいですとそしたらこの二つの直角三角形は合同になるんやねなんでやろこれ別に直角三角形やからって特別なことを言っていませんえこの二つの角は等しい時にもう一つ等しくなるとこあるやねここやね 三角形の内角の和は180度で2つの角が等しいって分かってねんからもう1個も等しくなるやなそしたらこの2つの三角形一辺とその両端の角一辺とその両端の角等しくなるやねまあなので結局これは直角っていうのが分かっているのでそこからもう1つの角が分かれば普通の三角形の合同条件です 一辺とその両端の角がそれぞれ等しいに当てはまるからやねななので直角三角形の斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しい時は2つの直角三角形は合同になりますよとそしたら1番目これはどうやって証明されるかっていうとこれは2つの方法があるんやけど今できる説明の方法をしてみますもう1つはまだ習っていない知識を使うので 斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいやね。えっと、なのです、こっちまたここか。直角三角形がありますよ、と。二つ。まあ、見た感じは合同じゃないかなと。そして、斜辺が等しいっていうのは分かっています。さらに、もう一つ、まあ、これもどっちでもいいんやけど、他の一辺が等しいって分かっています。この時、この二つの三角形は合同なんねんで。これなんでやろね。 これは別に書く他にも分からんし、ここのもう一つの辺分かったりせんやな。このままだとちょっと分からないんです。これをくっつけてみたいと思います。それね、ここの長さが一緒なので、これをひっくり返して、ここに合わせに行こうか。そうするとどんな図形が出来上がるかっていうと、こういう図形です。こういう一つの三角形なのよね。 そしてこの三角形ってどんな三角形になってる全体として2つの辺が等しいので直角三角形を2つ合わせた時にこれは二等辺三角形なんだよなそうするとこの辺以外にもここの角が等しいっていうのが言えるよね合わせることでそしたらここの角が等しいんやからまたもう一つの角も等しくなって こっちらの図で見直してみると全部結局合わせて分かったことやけど全ての角が等しくなるんやねなのでまたさっきと一緒です斜辺じゃないえっと一辺と2つの三角形で一辺とその両端の角がそれぞれ等しくなるので直角三角形では斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい時にも合同になりますよと 結局この2つの条件というのは突き詰めていけば三角形の合同条件に当てはまっていくからやなじゃあんで特別にわざわざこんな直角三角形の合同条件が出てきたかっていうとそれは一番に関係していますこの証明の方法を今2つ合わせてんやけど実はもう1個方法があるんやねそれはどうやってやるかっていうとピタゴラスの定理これは中学校3年生で習います 三平この定理ってどんな定理かって言うとまあこの定理から何が言えるかっていうと実は直角三角形って2つの辺が分かっていればもう1つの辺の長さって出すことができるよなので例えばこの三角形ではここの角は一緒って分かっていなかったよなけどこことこここことここが等しいっていうことが分かっていれば 実は必ずここの辺の長さも等しくなってくるんですなので昔の人たちはこういう合わせる証明をしていたんじゃなくて直角三角形ではこのピタゴラスの定理三平方の定理が当てはまるから斜辺ともう一つの辺さえ分かれば直角三角形は合同になるっていうのを知っていたよねなのでここから特別に直角三角形のための特別な 合同条件ていうのが出てきましたんです。それが一番なそれが一番なわけやね。そしてそれ以外にも考えていくとまあこのよういう条件もあったのでこの二つの合同条件というのが生まれてきました。